はい、まあ、ちょっとということでですね、まあ、綾のお詫びっていうところもありまして、そうね、うん、まあ、今日の、はい、日本時間の昼に公開された、うん、あのうち の, あのコンボフィンド、はい、元プログラマーがやってたドームっていうのはちょっとフリーバージョンで、おお、先週出来たてほやほやの最新ロムでちょっとお見せしよう。それはありがたい。ロムですよ。このロムは、ここが世界初です。世界初。ここが世界初。これがせめてもの僕にできるお詫びです。おお。さあ、反応、どうかな。どうですかね。そうかね。ちょっとだけ。でも、ね、世界初ですから、ちょっと見ましょうよ。お、いいね、だって。これはちょっと、ウォーが来たよ。いや、あんまり煽られるとちょっと。そうだね。また、ダメになるから。今日は、ここは静かに行こう。控えめ、控えめに行こうよ。うん。あ、じゃあ、ちょっと、見せていただきましょう。切り替えて、画面を。おお。あ、ほんとだ。で、うん。これ、音って入ってるんですか？うん、入ってる。あ、なんか結構技も調整かかってて、うん。昼見せたやつ、地上の、まあ、スパイラルアローとかあったんですけど、うん、空中でしかできなかったりとか、うん、あとターゲットコンボが、強パンチ強キックってつながってたのが、うん、まあ、ちょっと変わって、うん、中パンチ中強キック中強とか、うんうん、まあ、ちょっといろいろ変わってて、うんうん、ターゲットコンボは結構性能良くて、うん、はいはい、で、あ、そうだ、もうそもそもキャミと違ってこれタメキャラなんですよ、うんうん、ええ、ダメなんだ。で、昇竜拳とかコマンド出せないよっていう人でも、まあ、一応使えるかなって言うんですけど、うん、まあ、あんまり飛び道具とか持ってないんで、うん、まあ、ちょっと難しいかもしれない、うんうん、賛否両論で、はい、一番使えるのが、うん、そうですね、対空のこのサイコスティングっていう技で、うん、はい、でこれがもう弱中強で性能違って、うん、まあ、いろいろ打撃無敵とか、うんうん、飛び道具無敵とか、まあ、いろいろあるんですけど、はい、まあ、ちょっと細かい話はまた別の機会でお話ししました、うん、とか、うん、あとそうですね、移動系の必殺技で、うん、スクランブル、おお、すげえ、おコンボフィンドが使ってたのロムの時はちょっと残像がなかったんで、うん、もう見えなくてわからん殺しみたいなのあったんですけど、うん、もう今回のやつはちゃんと見えるようになって、うんうんうん、まあ、一応対策は取れるかな。なるほど。へえ。で、そうですね。あとは連打技で、うん、こういう百裂張り手みたいなやつも。はい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 。おー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 。これだけでもちゃんと当たれば結構強いし、うん、弱だと付随にも使えて、うん、まあ隙もないっていう。はいはいはい。まあ、いろいろとやりようはあるのかな、うん、さっきのターゲットコンボ。中盤地強キックってやつが、うん、ジャンプキャンセルかかるんで、ほう、前斜めを押しっぱなしにしたら、うん、こうやって自分で追いかけていくので、あ、まあ、空中投げとかが入って、あ、本当だ、これは結構簡単で強いと、はいはいはい、はい、ジャンプ大パンチから、うん、こうやってやると、おお、はい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 、であとさっきの、うん、これにおスーパーコンボキャンセル、おお、これも結構お手軽で、うん、っていうのと、うん、なんだろうな、そうですね、おおお、すげえ、一発で決めた、一発で決めた、今外したら面白かったのに、いや今かっこよかった、よく決めた今、あ、ありがとうございます、お、今完璧、今外してくれたら面白かったんだけど、まあ、今の、うん、はい、めくりはとかしてやりますけど、こういうことですかね、まあ、ちょっとフォルテみたいな感じで、はいはい、ダサいかなっていうのはあるんですけど、うん、結構めくるの難しいんですよ実際、距離離れ、結構待ちキャラで後ろためて、うん、まあ、待ってること多いんで、はいはい、こんだけ離れてると、うん、めくれる距離までいかないんですよね、うーん、で、まあ、中で接近戦で、まあ、戦うときはこうやってスライディング攻めたり、うん、こうやって、はいはい、うん、まあ、落ちていったり、あとは逃げながら、うん、空中で、うん、まあ、スパイラルアローとかして、うん、まあ、相手を翻弄するキャラクターとか、ね、はいはい、結構テクニカル、まあ、さっきちょっと出しちゃいましたけど、まあ、ウルコン2が、うん、まあ、DCM ってやつで、うん、地上と空中が即対空で出したんですけど、うんうん、地上の敵に当てるもうできるっていうコマンドが前に入れるか上に入れるかで変わってくるんですけど、で当たると、まあ、普通にガードすれば当たらないんですけど、うんうん、
っていう技と、あともう一個かっこいい、かっこいい、かっこいいからね、うん、うん、でサイコストリームって技があって、おお、弱肩ストロフィーなんで、このゆっくりはかなり、うん、あの起き上がりとかに重ねると、うん、便利な感じですかね。なるほど、まあ、大体一通りあの、はいはい、こんな感じで、まあうん、キャミーと同じ技モーション使ってるのって、まあ、本当に、まあ、こういう基本モーションとかあるんですけど、うん、だけでしょ、うん、まあ、技は全部一新して調整も入れてるんで、まあ一応コンパチとかって思う方いらっしゃったら一回触ってみると、あ、全然ちゃうわっていうのが分かってくれると思うかなと思いますので、うんうん、ぜひあの一回ね、触ってみて、まずは触って、はい、まずは触ってみてくださいと、はい、はい、なるほど、はい、はい、ということで、うんうん、やってみます。お、俺やる。あ、危ないよこれ。返せない、打ち返そうと思ったのに俺。